オンディネアプルプレアオンジネアパーパーアは水蓮化の水草の一つ。オーストラリアに産し、この属には本種一種の実が含まれている。細長い水中葉と楕円形の浮き葉を出す。ただし本種は水蓮属のものとの判断が提出されてもいる。その場合の学名はニーフやオンジネアである。ここでは独立属の形で記事にする。オンディネアプルプレアは 水中葉と浮葉をつける水草である。1970年に記載された時、水蓮化に属し、水蓮属にごく近い親属新種とされた。オーストラリアのキンバリー高原の一部の小川にのみ、生育し、寒気には水がなくなり、地下の海景のみで休眠する。葉は水中には細長い鉾型の水中葉を伸ばし、不要は楕円型で、基部はやはり左右に突き出る。 これらは水連続にも見られる特徴ではあるが、普通は不要が出ると水中葉が衰えるのに対し、本種では水中葉が浮き葉よりよく発達する。また花は長い家系の上につき、水面から上に咲く。この点も水連と同じで、花の構造も基本的には似ているが、その形は多分に独特である。まず学編が水連続と同じ4枚で、 宿財政だが、本種ではこれらは強く反り返る。その内側は円柱型に上向きに突き出しており、その円柱の上におすしべとめしべが並ぶ。おしべは多数が円柱に並ぶが、それらは次第に外向きに反り返って最後には役が下を向く。その内側に多数の心側からなるめしべがあるが、その中心からは果軸が上に突き出す。花弁はないが、後に、 花びらのあるものが発見され、これは本種の足と位置づけられた。いずれにせよ水連続に近縁ながら独特の形態を持つ単形の族と認められてきた。しかし、分子系統の研究が水連続で行われると、本種が水連続の系統樹の中に収まってしまうことが見出された。そのために本種を水連続のものとして扱う説が発表され、それによると学名は、 ンフやオンジネアとなる。しかし以前の学名を見ることも多く、旧学名の扱いをしておく。地下に海径を持つ、多年生の水草。海径は、長さ15から25ミリメートル、幅7から17ミリメートル。しかし時に、長さ2から3メートルに達し、砂の中に埋まっている。根は、根茎の上の方から出てほとんど分子しない。歯には2型があり、不要は卵型。 大きさは長さ7センチメートル、幅2センチメートルで、その表面は照りのある明るい緑で、裏面は紫を帯びる。水中洋は細長い線形で、洋芯は10から2 5トルになり、円は波打っている。ただし基部は左右が突き出して、全体では矢尻型となる。家系は表面に多数の縦線があり、長さ20から3 5トルあり。 水面より1 0トルほど上に花をつける。花の学編は4枚で、長さは9から1 7トル幅1.5から3ミリメートル開花時にはそり替える。果実の時期には広がる。花弁は元亜種にはないが、4枚の紫色の花びらをつける亜種がある。額の内側は高く細長く盛り上がった花称となっており、この花称は細長くて、 長さ5から9ミリメートル、基部で幅4から7ミリメートルで描くから、おしべの基部まではピンクで滑らかで、その先端中央に中等があり、その周囲をおしべが取り囲む。おしべは15から30本ほどあり、太いものから細いものまで様々な形のものが並ぶ。花糸は基部が幅広く、薬に向かって細まり、最初は先端から外向きに斜めに出るが、 次第に反り返って先端が下向きになる。中東からは粘液が出て、これが蜂の足に付着して、倉庫名を助けるものとなっている。中東の真ん中から果軸が突き出して高さ2.5から3ミリメートルあって先端は膨らんでいる。果実は液化で卵型になり、多数の種子を含んでいる。種子は計1ミリメートルほどで果実から出るとみなそこに沈む。 族の学名は、ゲルマン神話のウンディーネに由来する。西オーストラリア州のキンバリー高原の北部のみに生育する。砂岩の上を流れる、澄んだ水の流れる場所に生育しており、その姿が見られるのは1から5月の雨季である。寒気には葉を失い、地下深くの海景が休眠して、この時期を過ごす。この種の生育するとこは、 水のある時期には15から60センチメートルほどの水深となり、根茎は地中の深さ30から45センチメートルに埋まっている。この花は3日間開花する。姿勢戦塾で第1日目の花は中東のくぼみに粘液を分泌し、花粉を受け付ける。花は鮮やかで光を反射する花火砕を備え、花粉は訪れた昆虫の体からここに落ちて受粉が行われる。 第2日と第3日はこの花は、機能的には、おしべのみがある状態である。本種は親属新種として記載され、その後に発見されたものは、本種の亜種とされ、それ以後追加の種は発見されていないので、一種のみの単形属となっている。しかし2009年に、分子系統の情報から、本種は水連属の中に位置づけられるとの結果が得られ、そこに含めて名前を、 ニンファやオンディネア、ニンフやオンジネアとすることが提案されている。本種が記載されたのは1970年のことで、ハートックは東オーストラリアの植物標本館から送られた標本を水蓮科の親族新種であろうと判断した。彼はそれ以外の標本をも検討して、この種を記載した。彼は、この種が水蓮族に禁煙であり、水蓮科のそれ以外の族より、 はるかに水連族に近いとした上で、花について、大雑把に言えば、花弁のない水連続の花であるとまで述べている。他方で彼は、水連続との違いも列挙している。それも花弁がないことだけではなく、おしべの役が水連続では内向きに列界するのに、対して、本種では横向きに列界すること、めしべのひだ状の中等が並んでいる状態が、水連続のように、 中等板を形成しないこと、中央にある果軸が、よりはっきりしていること等を挙げ、また種子に仮主気がないことも指摘している。さらに、水中用の違いにも言及し、属を区別する特徴として捉えられるのではないかと、している。彼によると、本種の矢尻型の水中用は独特で、水連続の他の種では、多少とも心臓型になり、このような三角に、 近い歯型になるのはいくつかの種の種子から発芽した幼い植物にのみ見られるもので成熟したものでは決して見られないという。その後1983年に本種の花について研究したシュナイダーが本種に花びらを持つものを発見し、これを亜種として記載した。これは分布の上でも区別されているために亜種の扱いとなっている。 2007年に某種らが水連続の種内の分子系統をについて検討を行った。この当時水連木が出植物の系統の最も規定近くで分化した群であることが認められつつあったが、そのために用いられた水連続のデータが単一種のみであったこと、水連続内の系統が判明しておらず、また意外にその内部に形態的な多様性があることが、 明らかにされてきた中で、その検討が重要となっていた。水連続は40から50種が世界に広く分布するが、これを5つのア族に分けることが行われてきた。そこで、水連続の核ア族に含まれる、計37種と、水連化の他の属すべてから代表的なもの、及び水連化に禁煙とされる、は衣もも可能ものについて、検討を行った。その結果、 水連族の単系統制は明らかになり、ア族について多少の配置見直しが検討されたが、同時に本種が水連族の系統の中に、それもかなり中の方に収まることが示されたのである。水連族のア族はそれぞれに分布域が明確で、本種はそのうちのサブグ、アニクフヤの系統に収まったのだが、このア族の分布域はまさにオーストラリアとニュージーランドである。彼らは本種が この位置に収まったことを驚くべき発見としながらも、本種の位置づけについてはより検討を要すとした。ローハンらはさらに多くの分子情報を集め、また細部の形質を検討し、本種とサブグ、アニクフヤを中心とする水連続との共通の特徴を数多く提示した。また、本属の目立つ特徴である水中用にしても、水連続にも例がないわけではなく、 特に流水環境に結びついて見られるといい、つまり本種の生育環境に呼応している。ニーフやヘイスティーフォーリアでは幼児の矢尻型の葉をつけることはこの種の特徴とされているが、この種は系統分析で本種に最も近い位置にある種である。もう一つ、本種を水連続とはっきり異なる特徴として長く突き出た過小がある。仮説としてこれが 中等の粘液の存在するレベルを高めるためであり、それによって花粉媒介を効果的にするとの考えが提出されている。この構造への理解はまだ不十分であるが、特殊な適応が求められたことによる可能性があるかもしれないとの考えもある。いずれにせよこのような点を考えた上で、分子系統の結果を配慮すると、本種を 水連続のサブグ、アニクフヤに位置づけるのは当然との判断で、学名についてはそのまま俗名を変えると、エヌ・パーパーとなるのであるが、この学名はすでに使われているため、新しい名としてエヌ・オンジネアを与えた。また、花弁のあるアシュはエヌ・オンジネア・サブスプ、ペタルイディアとなる。現地の先住民であるアボリジニはこれを食用に用いる。種子はそのまま生で食べ、 会計は厚い灰を用いて、蒸し焼きにする。以下、主として、ハートック・シュナイダー、P8 ・ハートックは過小でなく、死亡としている。シュナイダー、P8 ・シュナイダー、P8 ちなみに、ネット上で本族の俗名で検索をかけると、かなりな数、ウンディーヌに関する記事を引き当てる。オンディーヌの次に、A で始まる単語があると、これを繋げて拾ってしまうためである。 シュナイダー、P8 シュナイダー、P8 ハートックハットシュニーダシュナイダー、P8 この部分は、ハートックハットシュニーダハット、ローハンエトール。以上、帽子エトール。この段は、ローハンエトール、シュナイダー、P8 ローハン、C エトール、2 0 0 9ザ h e ージ u s ル a ンジ n アア、クチュアリージャストアナザ s ー Another a u s ー r a リー・オブ,ニーフやサブグ・ニ a t e r d i アニクや。ありがとうございます。